どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。闇遊戯です。本日はですね、届きました。デュエルディスク。デュエルディスクですよ。皆さん、デュエルディスクが、海馬コーポレーションから、我が宅にね、送られてきましたんで、こちらを開封していこうと思っております。書いてあるでしょ？ほら。デュエルディスクって書いてあるでしょ？これをね、ねえ、こんなでかいですよ。これ大体3月、今年の3月ぐらいに、なんかその予約が開始されまして、プレミアムバンダイからね、発売されてるんですけども、今、まだ受け付けてるのかな？ちょっとわかんないんだけど、で、それが11月になって、やっと届いたと。いうことで、今回は早速、開けていきましょう！立ったよし！段ボールよし！それでは行きましょう！こうして、で、こうして、行きますよ、出しますよ。なんかすげえ、なんかこれ。お、なんか、あ、え？あ、こっち？なんかもうね、なんかちょっとね、かっこいいんで、わかります？ほら、なんかちょっとかっこいいなんかケースに入ってる感じがありますけども、ありがとうございます、海馬社長。うわーすげえ、うわーすげえ、うわーすげえ、すげえすげえすげえ、ちょっと見てくれ、ちょっと段ボール邪魔、ちょっと袋から出すわ、ちょっと見てくれ、みんなこうなってました、これ、取り扱い注意とかね、こういう感じになっております。こっち側こうですね。なるほど、これ開けたらさ、もう入ってくるでしょ。あ、これ結構簡単だ、開けるの。ここ、こうして、え、あ、こっち、え、あ、シールね、オッケー。俺これつけて、あの、好みの案件の仕事とかいけるようになるんでしょ。だからつまり、すげえ、こんなもんいらねえ、すげえ、マジだ、デュエルディスクだ、デュエルディスクが入ってるぞ。社長ありがとうございます。社長本当にありがとうございます。うわー、あ、なるほど、こういうね、こういうことですよ皆さん。まだまだ光沢感がすごいですね。これ結構リアルやな。思ったよりリアルやわ。で、ここに多分ライフポイントが出るんだよ。腕はめるとかなんかこういう風になってて、多分後ではめてみますけど、なるほどですね。ちょっと、一回説明書読み込む時間欲しいんだけど、これはなんだ？これあれか、デッキケースか。こう、なんか、ちょっとわかんねえ。また後でいいか。で、これが、なんもないわ。なんか、表裏ない、なんかカードが、アニメのね、柄のカードが、これがアニメですよね。遊戯王っていうアニメだとこの柄なんでね、巨人無敵最強と。なるほどですね。で、まずは電池を入れろと。なるほどですね。あ、これめんどくせえな、ネジか。電池を直列型で挿入していく。台座にデュエルディスク本体をセットします。あ、台座、これ台座なんだ。これグレンマジュ台座やったよな。なるほどな。これを台座に、え、こういうことか。こうか。電源は？え？あ、これね。はい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 。なるほど。オッケー。なんかちょっと、あ、光った！怒りの臨界点を超えた俺のデッキが答えてやる。社長こんな感じか。あ、ライフポイント4000出た。すげえ。ライフポイント出たぞ。専用カード10枚をデッキゾーンにセットします。あ、了解です。デッキゾーンにこれか、ここにセットしていく。で、BGM の再生と。BGM ボタンを押すと、BGM が、これですね。熱き、あ、見えるかな？これ。熱き決闘者たち、神の怒り、クリティウスの牙、神々の戦いっていう、この4種類が聞けるみたい。ちょっとやっていきましょうか。ててててて
ボタンを押すごとに切り替わって再生されるっていう仕様になっております。あら、かっこいいじゃないか。デッキからカードを引き、モンスターゾーンにセット。なるほど。光わかるかな。ちょっと若干わかりにくいんだよね。反応悪いね。ちょっと反応悪いわ。フィードは保存もあんの。なるほど。これか。これやな。こうやな。なるほど。映ってる。あ、映ってるね。で、ここにフィード魔法をセットできると。なるほど。ただ音はなんねえな。音はなんねえわ。このさ、カードじゃないとなんないのかな。ちょっとさ、普通の遊戯王カードでやってみていい。まあ、例えばこう、俺のターン、いくぜ。すげえ、ちゃんとカードでも一応なる。ただね、これね、注意点があってね、スリーブがあのね、入れてるとこれ入んないのよ。あの大きさにちょっと入んなくて、これスリーブを抜かないといけないわ。これスリーブ抜いてさ、でこれセットして、でこっからだといける多分。こうして、はい、からの、はい、あ、なんね、おい、なるほどですね。ちょっとね、反応が悪い。反応が悪い中で反応しねえとかあるんだよな。そしてライフカウンター上部のカウントボタン1から4、これか、これな、これね、これを押すことによってカウンターの数値を変更することができますと。ライフ8000とかにも一応、ライフ8000にもね、一応できると。はいはい、なるほど。これがライフをいじるためのボタンらしい。それにしてはさ、ボタンが大げさすぎん？なんかこうなってんのよ、ボタン。これ、ここから、このここからここまでが全部、ライフをいじるためだけのボタンなんですよ。大げさすぎん、これは。そんな、1個でなんとかなんなかったのか。で、会話のデュエルセリフは、ライフカウンターの数値に応じて変わると。なるほど。8000だと？ドロー！高ぶる。高ぶるぞ。貴様とのデュエルはいつだってそうだった。知略と精神を張り巡らせたギリギリの戦い、それが常にこの俺の限界を引き出してきた。貴様の存在が俺の全身からアドレナリンをかき出し、この体の中の血液を沸騰させる。え、長くね。え、長っ。クソ長いんだけど、セリフめちゃくちゃ長い。セリフびっくりした。すげえ、これいっぱいあるんや。なんかね、いや今セリフ見てたんだけど、セリフこれ見てたんだけど、なんか上からそのなんかエトセってなってんだよね。7種9種10種5種3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 種1種だから、これ全部で44種あるわ。44種あるわ。だから無限に出てくるわけ、セリフ多分。俺の勝利の方程式は貴様が考える以上にパーフェクトだ。ライフポイントも少し減らしていくと、またちょっと違うね、セリフが出るみたい。貴様はここで終わるデュエリストではない。こんな感じで、お、貴様は俺が認めた誇り高きデュエリスト。俺の前で無様な敗北を喫するなど断じて許さん。すげえわ、44種類あるからね。これ全部は聞けねえな、さすがに。装着をしてみましょうか、装着を。なるほど、なるほど。ここ開けて、で、ここのテープ取って、ここのテープを取って、手をやって、あ、これ、あ、すげえ余るな。こうして、で、こうか。
はいはいはい。で、ちょっと、こういうことですね。なるほど。見てくれよ。結構ね、あのね、重い。結構重い。意外とこれグッと、腕にきますね。これ何キロぐらいなんだろうな。ちょっとテロップで載せておきますけど、結構重いっす。重さ的には。この角度で、ずっと持ってたら多分ね、左腕持ってかれるわ。これ多分ね、この角度でずっと持ってると左腕持ってかれるくらいちょっと重い。行くぜ、虫野郎！フトロー！モンスターカード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 ！ちょっと、フトロー！モンスターカード！腕がつる、腕がつる、ドロー、モンスターカード、腕がつる、この角度で持ってるのめちゃくちゃきつい。モンスターではない、神だ。神はならばいいでよ、ブルーアイホワイトドラゴン。黙れ、俺は貴様が何者だろうと、この世界がどうなろうと知ったことではない。ドロー。今気づいたけど、ここになんかカード刺すとこあるわ。これ魔法トラップなんか刺すとこかな、これ。これ。ここに。ここになんかカード刺すとこがある。いやーごめん、すげえ結構重いわ。やっぱ作りがしっかりしてるんでね、結構な重さはあります。なのでこれ、持ちながらデュエルすると多分ね、筋肉痛になりますね、多分。普通に筋トレになります。もうね、こうやって持ってるの辛くて、今俺こうやって持ってるからね、今俺こうやって持ってるから、この右手でこっちを支えながらこうやって持つっていう。ということで、いかがでしたでしょうか。本日はプレミアムバンダイ様より発売になりました次世代のデュエルディスクのご紹介をさせていただきました。これでね、好みのイベント、もう行きましょうよ。ジャンプフェスタとか、ジャンプカーニバルとか、まあ、YCSJ とかね。これ持ってけばもうガチ税関すごいでしょ。入場規制で止められたらすまん。それに関しては。入場規制がかかって止められたらごめんなさいっていう感じなんだけども。以上、デュエルディスクのご紹介でございました。また、次の動画でお会いしましょう。ドロー、モンスターカード。バイバイ。